クリーンエアフィルタクリーンエアフィルタとは自動車のエアコン用のエアフィルタでグローブボックスやエンジンルーム内などにあるケースに収納されている消耗部品。ポーレンフィルターとも呼ばれる。クリーンエアフィルタはエアコン稼働時に働くもので外気、内気から粉塵、排気ガス中の微粒子、花粉などをこし取り浄化した状態でエアコンに流す役目を担っている。ものによっては 脱臭効果、防金、防火ビ効果を兼ね備えるものもある。厚さ数ミリの化学繊維の不織布やグラスペーパー等でそれが何層にも重なっており、通常は平たい立方体の枠にフィルタがはまった形状で圧縮されている。なお、フィルタ自体は露出されている。基本的に消耗部品であるため、使用期間、使用頻度によってどんどん汚れが溜まり、 フィルタとしての効果が薄れていき、放っておくと最終的にはほとんど役目を果たさなくなる。汚れは清掃すれば多少は機能回復するが、清掃しづらいことと完全には回復しないため、1年に1回、または走行1万キロメートルが交換時期の目安とされている。交換部品として自動車ディーラーやカーショップ等で3000円5000円程度の価格で市販されているが、 車種によって様々であるため購入、交換の際には車種的合表を必ず確認する必要がある。消耗部品の中ではとりわけ交換頻度の高い性質であるため取り付け作業自体は比較的簡単にできるようになっている場合が多い。混同しやすいが一般にエアクリーナー、エアエレメントと呼ばれる部品はエンジン吸気用途である。また単に エアフィルターと呼ぶこともエアクリーナーも含めた総称であるため特にエアコン用のフィルターを挿すには不適切である。外気取り込みモードの場合一部の自動車メーカーではバウムクーヘンのような筒型を採用している。あくまで目安である。使用環境によってはより早く汚れる。また、悪臭などの原因ともなるので早めの交換が望ましい。ありがとうございます。